皆さんこんにちは。こんにちは。ゲームマーケットがお送りするゴージャス動画 MC のよきゅんです。よきゅん。そしてクラゲだよ。なんか眉毛みたいに見えるね。眉毛みたいに見える。あのりょうさん、りょうつさんみたいな感じ。あー、りょうつかんきち。うん、りょうつかんきちみたいね。今回もそのシールが貼ってるってことは、ことは今日やるタイトルは黒様だ。さあ、ということで早速やりたいと思います。今日もね、東京ゲームショウの会場よりお送りしております。このね、一日の中で一番私が燃えたぎる時間ですよ。おっと、楽しい、楽しい実況の時間です。なるほど。じゃあ早速ゲーム画面どうぞ。はい、ということでこちらね、レア召喚、本日も5体引いていきたいと思います。はい。まあ前回に引き続きね、はい、クラゲはこの、うん、あの欲が引く召喚のことを、うん、問題っていう風に呼ばせてもらってますんで。問題。はい。まあ第1問目、はい、出題していただいて、はい、欲には妄想していただき、イラストを見てね。妄想でいいんでしたっけ。妄想というよりも私の中ではそれが設定だったり現実だったりするわけですが、あ、なるほど。まあそうですね、公式設定がすごく事細かに決まっているので、はい、まあ、答え合わせを後ほどしましょうということで。了解。はい、じゃあ早速いってみよう。なぜかね、黒様のスタッフさんにめっちゃ受けてるっていうね。はは、いいじゃない。なんでなんでしょうね、普通のことを雑談してるだけなのにね。普通のことなのかな。まあいいや、はい、じゃあ召喚する。はい、今日の一人目いきたいと思います。モテないユニットが来るといいな。はい、来た。あ、これ二人目だ。銃の子じゃないこれ。さあ、来ました。シャル、これはね、うん、もう持ってるんですよ。ほう。はい、限界突破です。オンエアは初めて。オンエアは初めてです。ちょっとこれ妄想、これさ、かわいいよね。かわいいよ。ちょっとじゃ あの立ち絵いきますよ。はい、はい、限界突破になりました。ね、まだ私使ってはないんだけど。ほう。これ衣装がめっちゃかわいい。靴のさ、この装飾品とかもさ、すごいかわいいし。いいね。あと実際こんなあの靴下オーバーに履けないからみたいな。おお。これ左側絶対めくれちゃうでしょ。ペロってストッキングになってんのかな。それともこういうやつ最近多いですからね。あの上、なんだろう、絶対領域的なところ、まあ、絶対領域より全然上ですけどこれ。お、上だけストッキングの肌色の部分でっていうのがたまに売ってますからね。なるほど。これね、すごくこの衣装が好きで私。おう。なんていうかさ、高級感がある。あるね。制服で、うん、このね、プリーツスカートもいいし、基本的に私この茶色とゴールドっていう組み合わせが好きなんですね。あ、そうなんだ。そう、だから予期的にはたまらない。たまらないですね、これ着てみたいもん。なんかどうだろう、貴族っぽくない。貴族、そうだね、なんかお嬢様な気がする、うん、そうだよね。で、なんか結構顔も自信満々な感じだし、うん、でも多分ね、次女か三女長女の顔じゃない、多分長女ではないとっぽくない。なるほど、なるほど。どうなんだろう、うん、なんか次女っぽいんだけどな。さあ、それでは正解の方をお願いいたします。はい、まあ多分いいご家庭に育ってる感じがします。そんな感じがするね。じゃあ答え合わせいきたいと思います。はい、あれ、いや、狙い通りよ。どう、私の腕前は。お、銃の腕が絶望的に下手な貴族の少女。あ、やっぱり。あさっての方向に飛んだ弾が偶然隠れていた敵を倒しうまい具合に建物を倒壊させたりと幸運が発生する。お、牧村香織さんタイプですね、じゃあ。わかります、シティハンターのね。あ、はい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 、はい、あの、ま、かおりちゃんも、はい、あ、かおりちゃんは下手なんじゃないんだ、りょうん、が、うん、かおりちゃんに人を、うん、殺させたくないから、うん、銃に細工してて、うん、だから狙い通り、本当はうまいのに、うん、狙い通り撃っても違うところに飛んでっちゃうの、うん、なるほどね。そう、だから違うわ、これは普通に下手な人でした。射撃の下手な人です。銃弾に火属性を風化して攻撃を行う、うん、生地威力が高い分厄介極まりない存在である。本当は自分の腕が悪いことも把握しているが、
貴族ゆえにプライドが高く決して狙ってはいないが本人は狙い通りと言い張るこのままではダメだと感じ一人で特訓を続けるが一向に上達しない、うん、強がりばかり言ってしまうが心の中では本音で話し合える友達が欲しいと思ってる事情かどうかは出てきませんでした二人目召喚する、はい、さあ新キャラが出るのかでも結構ねもう私出したんだよね、うん、いろいろなるほどレスター来るあジャーマージャーマージャーマー限界突破やったねーイエーイおなじみのね、はい、みそじで生き遅れてるジャーマさんそうそうはいレア召喚召喚するするさあさあ来たあ、え？これ出てないっけ？出てないんじゃない？初めて見る。ナナルかわいい。かわいい。結構あのドット絵だとキリッとした感じだけど、うん、このイラストだとほんわかタイプだね。やばい。ぽわーっとしたタイプです。ニューユニット。ナナルちゃん、うん、かわいい制服。内股ちょっと内股。ちょっと内股で、うん、制服チックですね。結構これ切れちゃうよこれこの剣うん切れちゃうね右手でグッと押したらさらに切れちゃうよこれなんかさ三日月がモチーフで入ってるよねなるほどなるほどタイにもそうだし、はい、タイピンっていうのかなあのあタイの上のところもそうだし剣のところ、ね、武器もそうだしね、うん、いい本当だみあの青とこの三日月でなんかそういう、ね、クールな感じがしますよね、うんでもポワポワしてこの子でもお嬢様だよねお嬢様か絶対なんかさ公立私立だったら私立に通うタイプでしょで公立には行かないんだ行かないよこの親が公立には行かせないよ私立だよしかもエスカレーター式で女子校がいい知らんがな、本当のキャラクター設定いきたいと思います、はいおもう失いたくないもう奪いたくない魔剣に選ばれた少女として魔剣なのこれ魔剣かえ操られてるタイプうん、潜在的に闇の力を持ち、うん、それゆえに忌み嫌われ続けてきた少女かわいそう魔剣の力をうまく制御できなかった幼少時代に、うん、魔剣の力を暴走させ町から追放された過去を持つなぬ全然苦労人じゃん、うん、その暴走により感情を吸い取られたため無口で表情が乏しくなってしまった、うん、これ以上大切な感情を失いたくないもう魔剣を暴走させまいとフォルティスのもと、魔剣の制御を身につけるための修行をしているこの人めっちゃイケメンなの、うん、これなんか立ち絵見せたいけど、うん、私まだ持ってないからフォルティス、うんこの人についてるなんてイケメン美男美女でいいじゃないですかロイヤルブラッド所属、うんうん、これはね、うん、できてますねなるほど確実になるほどこれはいいですノーマルカップリングでいきましょうあのこの人に、うん、自分のその魔剣の制御の仕方を、うん、教わって手取り足取り腰取り教わってるわけですよ、うん、腰取り、うん、そうねこうやってね多分引き寄せてもらってやってるわけですよどうなのそれフォルティスに腰引き寄せられたらもうほんとたまらないどうしようあーどうしようでも私には王子が王子がごめんなさい私は今このタイトルでは王家に嫁ぐ予定なんでいやでもいい私ね王子の次にあの同じ系統だと思うんですけど、うん、フォルティス好きなんですよなるほどいやこれちょっと熱くなってきちゃったたぎるはたぎるじゃあね、はい、次の召喚いきたいと思います、はいやばい、いいストーリーだあ、全然ごめん、これ非公式だった、うんレア召喚行きたいと思いますいやー来てほしいなこうなったら指定で揃ってほしいなフォルティスかフォルティス、フォルティス、カモンフォルティスあーレア、あ、来た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 レア、レア来たあーこれも欲しかったあれこれさ、星5じゃない星 5? 星5だよねやば皆さん拍手お願いいたしますありがとうクロス様だありがとうクロス様だあ、ほらね来たよこれこれニューユニットめっちゃ嬉しいわ綺麗なお姉さんな感じじゃないあ、弓かじゃあ全身立ち絵でいきましょう、ね、おあ、かっこいい炎をまとったお姉さんですよねえまあ
あれでもなんかガンホルダーも持ってる。本当だ。あれ銃だ、やっぱり銃。あ、銃で合ってた。うん、かっこいいでしょ。このちゃんと袖を通してないのがかっこいいねこれ左手だけ通してないんだよね、うん、これはね、これで戦場に行ったら上が脱げちゃいますよこれはね、すごくもうイラストも星5の気合の入り方ですよね。なるほど、かっこいい。この炎をまとってるところがやっぱやばい。あれね、リボン上、頭違うよ、ゴーグル、ゴーグル、サングラ、ゴーグルだよね。あ、そうか、うん、バイク乗るのかな。あ、かっこいい。ハーレーとか乗ってそうじゃない。あ、いいね。ねえ、うん、じゃあちょっと設定的には絶対強いタイプだし、なんかあんまり闇はなさそうだけど、好き放題なんか自分の嫌いなものを倒していく感じしない。なるほどね。どうでしょうね。もうサバサバしてる。サバサバっぽい。うん、ね、あの修道女のサラと気合いそうじゃない。合いそうかもね、ヤンキー同士。時にぶつかるね、でもね時にぶつかるかな。それか、うん、いいコンビでいくかだね。そうだね、うん、はい、じゃあちょっと正解見てみましょう。はい、このドット絵可愛くない、右上のね、動いてる風にね、こうたなびいてていいね。うん、最高。あ、いいね、非属性のユニットの攻撃力 50% アップ。何もできなかった、いや何もしなかったんだ。え、彼女の一日は後悔から始まる。ほう、今は楽しく、そんなその日暮らしの仲間が集まる便利屋に所属していたレオナ。おう、あ、ここら辺はなんかさっきの感じがするね。そうだね。ある日受けたとある貴族の護衛、うん、簡単な護衛のはずだった。しかし結果は悲惨なものであった。うん、アサシンの襲撃により即座に壊滅状態にされた護衛団。彼女は銃を抜く暇さえなく、友の逃げろという叫びに従い逃亡することしかできなかった、うん、その出来事が彼女を変えた。今のためではなく、これからのため、彼女は銃の腕を磨き、いつか訪れる復讐のためフェンリルの牙に所属し情報を集めている。ほう、裏があった。やっぱり黒様になんかこうドラマのないキャラクターなどいない。裏がちゃんとあるね、設定が。そっか、このイラストではそのね、昔のイケイケな感じが受けて取れるけど、その裏に秘めたものがあるんだね。ちょっとそこまで妄想できなかったかな。いやー、そうだね。でもあのここまでやってきて思うのは、うん、あのこれ作った人そういうの好きだね今回最後のレア召喚行ってみたいと思います。はい、レア召喚、あの炎の髪飾りこうやってやってる女の子がいるんですけど、ほうほう、この子、はいはい、この子が欲しいな。かわいいよね、メフェリーゼ。この子だよね、あのドラゴンでやってる子。あ、でも髪飾りじゃないのかな、炎は。じゃあ行ってみたいと思います。はい、欲しいけど星5がそんなバンバン出るわけないよな。ということでレア召喚、はい、召喚する。さあラストだぞ。誰かな、今日レスターさん来てないじゃん。ドン、レスターじゃないな。あ、違う、あ、槍のお姉さん、これ初めて私。おお、 あ、いる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 、イレーナ、使ってないけどいる。限界突破、これなんかエロい顔してるよね、この人。エロいねちょっと見てみましょう、うん、限界突破、イレーナ。内股ね、内股、ね、寒い地方の人なんでしょうかね。なるほど。なんかこうさ、色気のある顔してない。してるね。この髪型的にもそうだけど。そうだね、こうお姉さんな感じがするよね。なんかこうお酒が弱くてもたれかかってきそうだね、途中で。え、これね、一緒に酒飲んでたら超愚痴りそうあの、あれですよ、うん、ジャーマと一緒に酒飲んだらいいですよ。なるほど。多分この人も20後半か30ぐらいでしょ。ほうほう。で、どっちも行き遅れたことにしようね、ジャーマといい酒飲めそう。なるほど。ジャーマと友達になってほしいな。じゃあ正解行ってみましょう。わかりました。なんかこう泣き上戸っていうの、お酒飲んで泣く人のこと、うん、はい、いるね。泣きながら、うん、もうなんでこうなのよみたいなこと言いそう、うん、全然違かったりねあの今のただの私の妄想です、はい、辛かったわね、わかるわ、
私も同じだったから。うん。姉御肌で仲間思いの性格、自分と境遇の似ているシェイルのことをいつも気にかけ、身寄りのいない彼にとっての姉のような潜在存在になろうとして潜在じゃない存在になろうとしている。はい。戦場で身を守れるようにと剣術や戦場で生きる術などを厳しく教えるが、その真意を知らないシェイルは何かと、あれシェイルってさ、あの緑の髪のくるくるしてる子だよね。いやーいい、さあ初タッコだよ、あの あれかあれあれ、最初に最初のユニットに出てくるやつ。はい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 、いいじゃんいいじゃん、思わず叫んじゃったよ。すいません、視聴者の皆さん、欲求が興奮するとマイクが割れます。すいませんでした。いいじゃん、似合う似合う。何読んでたっけ。生きる術などを厳しく教えるが、その真意を知らないシェイルは何かと理由をつけてイレーナのしごきからのに逃れようとしている。傭兵団を渡り歩いてきた過去も持ち、その豊富な戦闘経験から過去の戦況と現在の戦況を照らし合わせ、素早く戦場を予想することができる経験値の差ですね。うん。シェイルと組んで依頼をこなす際はその力をいかんなく発揮し、シェイルをさりげなく安全な立ち位置に誘導するなど過保護である。メンバーからその様子を微笑ましく見守られていることを気づいてはいるのだが、それが自分のやり方だからと割り切っている。はい、いいじゃん。やなんか家庭教師にいそうだよね、このさ顔がエロくてさ。ああ、たまんないね。たまんないよ、たまんないよ、それ。シェイルの個人家庭教師だよね。えやばいな、これはいいぞ、すごくいいぞ、もっとやれ、もっと。今回良かったじゃないですか、いろいろと。スレープニール大注目ですね。大注目、良かった今回。うん、良かったですね、いい召喚でした。はい、さあどうしましょう。さあ、それではですね、よきですね、はい、前回、うん、ちょっと番組の最後にちょっと話してたんですけれども、うん、あなたの、うん、今までの、最高のあのコンボ、160コンボです。それを今回超えてください。まあただね、やってみるんだけど、よきもちろん失敗した時は罰ゲームだよ。やだ、そういうなんかゴージャス動画はそういうのない。今回も前回に引き続き自分のね、その最高記録に、うん、到達しなかったら、うん、ウインクをカメラに向かってやっていただきます。またやるの、はい、これ強かった気がするんだけどな。じゃあちょっと曜日クエストに行きたいと思います、はい、今回も、はい、曜日クエストのレベル2、はい、敵レベル45。ほう、じゃあ行きたいと思います。はい、かなり攻撃力が高いな。大丈夫かな。果たして自分の最高記録を塗り替えることができるんでしょうか。頑張ります。あー楽しみ楽しみ、プレイするのが楽しみ。はい、じゃあ行きたいと思います。来た。お、まこれって王妃が溜まる、うん、あれって条件って何なんですか。奥義が溜まる条件、時間、うん、敵ここもコンボしてった方がその青い光が溜まってくのかな。あ、もう奥義3人4人全員溜まった。いいね、いいけどなんかすごいダメージも溜まってる。待て待て、来たぞ来たぞ来たぞ。さあここからね、本番。殺さず生かさず、いや生かしちゃダメだよ、殺さず。殺さず生かさずって どういうことどういうことだ。生かしてんじゃんみたいな。そうそうそう、結局結果何みたいな、うん、じゃあ行きたいと思う。40コンボぐらい行ってから超50ぐらい行きたいね。60も行く前に絶対あっちからやられるもん。あ、分かった、ごめん、あっちが奥義を使ってくる前にこっちが一発奥義出すんだ、うん、なるほど。でなんか敵が赤い光が出てきたら、うん、あっちも奥義使いますよってことで 大ダメージの攻撃が来るんですよ、うん、それをこっちは奥義でしか止められない、うん、で奥義で防いで、うん、奥義でしか止められないかどうかちょっと分かんない、私の体感ね。奥義でだったら止められるの、うんうん、で次のコンボをつなげていく。あ、分かった、よっしゃ行こう。よし、さあ行こい。なんか
なんだか強そうな気がするこいつ強いだろうよ。強いでしょ。やばい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 。ちょっと待ってちょっと待ってちょっと待って、手数が足りない手数が足りない。本当だ。じゃあマイレの奥義行く。奥義行けない。あ、ちょっと待ってちょっと待って、ダメダメやばい。あれこれさ、もしかしてだけどさ倒れてない。やばいやばいやばい、これ強すぎたこれちょっと、もう2体ね、今の最初の攻撃で死んじゃった。やられた。うん。あ、これとりあえずこの子の調子見てください。おー、あー、すごい、かっこいいでしょ。かっちょいい。でも全然160コンボにいかない。うわー、かっちょいい。かっこいい。待って、ジャーマ死んじゃってるもん。まだ重ねる、まだいけるぞ。あ、ダメ、消えた。違う、キューバ全滅。あ、強すぎた。あ、必殺技速攻使ってきたんだ。オッケー、わかった。もう一回やってもいいですかもう一回やってもいいですか、お客さん。 お時間ありますか。 ありがとうございます。すいません、最初からやります。いけるかな。さあ、これでクリアしたらもうかっちょいいわ。クリアしたいよ、私だってできるものならばクリアしたいよ。棒読みじゃねじゃあクエストスタート。ジャンはこれ2番目で大丈夫かな。2300大丈夫か。さあ、あー、もうそんなに早く調筆出してくるなよおとなしくしてろよ。まずはスキルを貯めていくと。はい。あー、でもちょっと前衛が食らっちゃってますね、結構。危ないなこれ。さっきより溜まりが遅い気がする。倒しちゃうんじゃないかな。やばい、これ本当に強い強い。だってもう873しか、837しかない。やばい、もういきなり奥義出していくしかないね。もうすぐ、もうこれは死ぬことを覚悟で、玉砕じゃあ強すぎじゃない。当たってない一回もおお、フレンドさんのジャーマが強い。わかった、じゃあ他の。さあ、来た、行ったれ行ったれ。あー、すげえ。49からの消失の、まだこれじゃあ足りないよね。どうだ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 、足りないから途中で、途中でなんか入れないといけないけど、ちょっと怖いからジャーマ入れといて。お、さあ、夏が見えてきた。あ、切れちゃった、ダメだうわ、あ、待って、死んじゃった。燃えてきた。っていうか、フレンドのジャーマ超強いうわ、これうわ、もうジャーマしか残ってないんですよ。おう、うわ、ほら超強い。これね、もうちょっとレベル的に勝てなかったみたいさあ、ということで、しょんぼり、よく自己最高の頑張ったんだけどな、160コンボを超えることができませんでした、うん、しょんぼりした。なんかよって、罰ゲームのウインク。あ、そんなに求めてないでしょ、そんなに3、2、1。はい、ありがとうございましたいや、苦手なんだってば。ダブルウィンクで目閉じろってやりたいねということで、挑戦してまいりましたが、あ、はい、っていうかね、ガチャもそうですね、召喚、召喚も、4回連続20体、まあ、同じレスターさんなんでね、3回出てきましたからね、はい、とかありましたが、皆さんいかがでしたでしょうか。
クロスサマナーまだまだですね、第1章始まったばかりです。でこれからね2章が入ってきたり、もうこれ放送されてる時には2章が始まってるかもしれませんが、本当にキャラクター、さっきねご紹介したキャラクターって主人公たちのストーリーに関係するキャラクターじゃないのに、あんなに細かい詳細 の設定がセッティングされてたりとか、もうやりごたえが本当に抜群というか十分なので、そうだね、はい、ぜひ皆さんもダウンロードしてみて、うん、プレイしてみてください。まだですね、そうさっきも言った通り1章始まったばっかり、サービス開始されたばっかりなので、まだまだ皆さん追いつけますよということで、ぜひみんなもクロスサマナーで遊びましょうということで、今回の、放送はここまで、はい、ではまた次回お会いいたしましょう。バイバーイ。バイバーイ。ゲームマーケットがお送りするゲームバラエティ動画チャンネル、ゴージャス動画、ぜひ皆さんチャンネル登録レボリューション、過去の動画もチェックチェック。それ。